は私の番。了解。何でも言って、くらえ。指示をください。お返し。未来のために。次のターゲットはドイツだ。くらえ。この程度。次は私の番。何でも言って。くらえ。指示をください。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。何でも言って。了解です。指示をください。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。次は私の番。いいですよ。そうね。何でも言って。そうなんだよ。指示をください。お返し。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。腹が減っては戦はできぬ。次は私の番。そうね。あ、ごめん。ありがとう。何でも言って。なめるなよ。これでも指示をください。
未来のために。次のターゲットはドイツだ。そこだ。この程度かよ。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。ありがとう。何でも言って。ありがとう。ご飯だよ。指示をください。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。オッケー。一味で前にも言った通り、私の鍋は結構無敵なんだから。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。何でも言って。まだやれます。指示をください。大工をさらいましょう。未来のために。次のターゲットはドイツだ。ちょっと疲れただけ。あ、ごめん。なんでも言って。指示をください。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。私に任せて。何でも言って。ご飯だよ。了解です。団長。やっ、次のターゲットはドイツだ。私に任せて。死ね。何でも言って。くらえ。指示をください。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。もっと頑張らなくっちゃ。何でも言って。くらえ。これでもくらえ。なんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。
次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。何でも言って。指示をください。お返し。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。怒ったよ。はっ。もう怒ったぞ。オッケー。腹が減っては戦はできぬってね。奴らを射抜け。そこだ。くそ。次は私の番。ちもう怒ったぞ。ちどうも。オッケー。出せない。はっ。指示をください。やつらを射抜け。この程度かよ。次は私の番。ち何でも言って。どうも。了解です。団長、させない。指示をください。
次は私の番。指示をください。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。そうね。ありがとう。オッケー。腹が減っては戦はできぬ。ありがとう。お返し。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。まだ諦めてはダメ。私の使命は終わってない。私に任せて。何でも言って。次のターゲットはどいつだ。まだやれます。させない。みんなごめんね。腹が減っては戦はできぬってね。心配ないから。次のターゲットはどいつだ。腹が減っては戦はできぬってね。心配ないから。もう怒ったぞ。くらえ。腹が減っては戦はできぬってね。心配ないから。ごめん、やっぱ無理。絶対許さねえ。次のターゲットはどいつだ。そこだ。次は私の番。怒ったよ。未来のために。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。来て。
指示をください。代価を払いましょう。次のターゲットはドイツだ。腹が減っては戦はできぬってね。何でも言って。はあ、指示をください。機を待ちましょう。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。何でも言って。舐めるなよ。指示をください。行きます。お姉ちゃん、やるじゃんか。やったよ。あ、何でもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。俺たちを騙して嫌がったら容赦しねえからな。してにゃい。少なくとも今回は気をつけるにゃ。あの強烈な反応がまた現れたにゃ。すぐ近くにゃ。みんな戦闘準備だよ。皆さんごきげんよう。え？あなた喋れるの？喋れる人と会ったの初めて。こいつはどうも前に会った人格の投影とは違うみたいだな。こいつじゃなくてベーラ。この辺全部うちの縄張りだし、あなたたちよそから来たんでしょ。タロット回収。さてどう説明したもんかな。要するにカードみたいなもので、キラキラしてて見ればすぐ力が溢れてるってわかるものだよ。さっきからこの辺を走り回ってずっと追いかけてたの。お嬢ちゃん、何か心当たりがあったらお姉さんに教えてくれるかい？うちのお宝はあげないからね。お前の名前が書いてあるわけでもないだろう。うちが拾ったものはうちのものなの。
ベラちゃん。私たちはベラちゃんの宝物を奪いに来たわけじゃないんだよ。あれは危険なものなの。最悪を引き寄せて破滅をもたらすかもしれないんだよ。ベラちゃんもいきなり厄介な奴らに囲まれたら嫌だろ。それって本当の話なの？なるほどね。うちだってそう簡単に信じちゃうほどバカじゃないのよ。だけど証明するチャンスを与えないこともないわ。ついてきなさい。指示をください。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。
私、やりました。何でも言って、くらえ。次のターゲットはどいつだ？この程度かよ。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。私、やりました。何でも言って。次のターゲットはドイツだ。みんな、なんでも言って。そうなんだよ。次のターゲットはドイツだ。次のターゲットはドイツだ。腹が減っては戦はできぬってね。何でも言って。そうなんだよ。やつらを射抜け。深く考えんな。次は私の番。
ですよ。ありがとう。何でも言って。指示をください。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。ありがとう。ご飯だよ。腹が減っては戦はできぬってね。指示をください。ために追い抜け。みんな、ごめんな。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。指示をください。お返し。未来のために。追い抜け。何でも言って。一つ一つも大事な選択です。ええ、分かっています。腹が減っては戦はできぬってね。やつらを追い抜け。何でも言って。くらえ。この程度。指示をください。腹が減っては戦はできぬってね。やつらを追い抜け。もう怒ったぞ。なめるなよ。指示をください。ヤッペラを射抜け。何でも言って。オッケー。どうも。次のターゲットはどいつだ。何でも言って。了解です、団長。次のターゲットはどいつだ。何でも言って。指示をください。次のターゲットはどいつだ。
次のターゲットはドイツだ。とりあえず、そうしとく。何でも言って。オッケー。指示をください。機を待ちましょう。分かった。次のターゲットはドイツだ。何でも言って。ご飯だよ。オッケー。指示をください。指示をください。ええ、分かっています。機を待ちましょう。次のターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。何でも言って。オッケー。指示をください。機を待ちましょう。この程度。指示をください。ええ、分かっています。火を待ちましょう。
奴らを射抜け。次は私の番。いいですよ。ありがとう。何でも言って。指示をください。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。ご飯だよ。腹が減っては戦はできぬってね。指示をください。私に任せて。怒ったよ。あ、ごめん。何でも言って。もっと頑張っちゃうよ。一つ一つが大事な選択です。未来のために。奴らを射抜け。みんな、ごめん。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。指示をください。代価を払いましょう。奴らを射抜け。腹
が減っては戦はできぬ。ありがとう。何でも言って。ありがとう。なめるなよ。これでも食らえ。指示をください。やつらを射抜け。何でも言って。ご飯だよ。了解です、団長。了解です、団長。一つ一つが大事な選択です。ええ、分かっています。火を待ちましょう。やつらを射抜け。腹が減っては戦はできぬってね。何でも言って。これでも食らえ。一つ一つが大事な選択です。ヤツらを射抜け。戦はできぬってね。何でも言って。一つ一つが大事な選択です。火を待ちましょう。くそ。問題ねえ。食らえ。この程度かよ。何でも言って。了解です、団長。一つ一つが大事な選択です。ええ、分かっています。
問題ねえ。とりあえずそうしとく。何でも言って。オッケー。一つ一つが大事な選択です。皆さんに勝利の賛歌を捧げましょう。次は私の番。いいですよ。ありがとう。何でも言って。指示をください。代価を払いなさい。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。そーれ。何でも言って。舐めるなよ。これでも指示をください。お返し。未来のために。どれがいいかな。次のターゲットはドイツだ。
てはダメ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。私の使命は…次のターゲットはドイツだ。次は私の番。何でも言って。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。あ、ごめん。なんでも言って。ありがとう。くらえ。へい、もっと頑張っちゃうよ。この鉄鍋の前に敵はいない。厳しい戦いでした。皆さんに勝利の賛歌を捧げましょう。私の番。
了解。ありがとう。何でも言って食らえ。これでも食らえ。指示をください。代価を払いなさい。未来のために。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。一つ一つも大事な選択です。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。何でも言って。ご飯だよ。了解です。団長、させない。えい。一つ一つの大事な選択。次のターゲットはドイツだ。私の使命は終わってない。みんなごめんな。何でも言って。腹が減っては戦はできぬってね。どうも。この程度かよ。減っては戦はできぬってね。どうも。もう怒ったぞ。くらえ。へい、もっと頑張っちゃうよ。どうも。腹が減っては戦はできぬってね。どうも。腹が減っては戦はできぬ。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。そこだ。何でも言って。舐めるなよ。この敵の…アスラを射抜け。敵はいない。だね。もう怒ったぞ。これでも食らえ。
次は私の番。いいですよ、何でも言って。指示をください。奴らを射抜け。この程度かよ。次は私の番。どうも。腹が減っては戦はできぬってね。どうも。どうも。舐めるなよ。指示をください。お返しです。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。何でも言って。一つ一つも大事な選択です。行きます。腹が減っては戦はできぬってね。次のターゲットはドイツだ。腹が減っては戦はできぬってね。次は私の番。何でも言って。一つ一つも大事な選択です。腹が減っては戦はできぬってね。次のターゲットはドイツだ。腹が減っては戦はできぬってね。次は私の番。もう怒ったぞ。へい、もっと頑張っちゃうよ。大事な選択です。ありがとう。奴らを射抜け。絶対に。次は私の番。ダメ。指示をください。お返し。未来のために。次は私の番。ありがとう。次は私の番。ありがとう。次は私の番。ありがとう。ありがとう。次は私の番。指示をください。次は私の番。指示をください。次は私の番。ありがとう。次は私の番。指示をください。ありがとう。
次は私の番。ありがとう。次は私の番。ありがとう。次は私の番。のために次は私の番。了解。ありがとう。日を待ちましょう。次は私の番。いいですよ。ありがとう。ええ、分かっています。次は私の番。了解。ありがとう。日を待ちましょう。次は私の番。指示をください。風が導いて。代価を払いましょう。次は私の番。了解。ありがとう。行きます。次は私の番。了解。指示をください。日を待ちましょう。
次は私の番。いいですよ。ありがとう。指示をください。戦はできぬ。でね、次のターゲットはドイツだ。これが代償ってやつだ。腹が減っては戦はできぬ。でね、次は私の番。了解。何でも言って。オッケー。心配ないから。一つ一つが大事な選択です。
私に任せて。いいですよ。一つが大事な選択です。代価を払いなさい。了解。何でも言って。オッケー。指示をください。ええ、分かっています。奴らを射抜け！くらえ！ください。火を待ちましょう。
減っては戦はできぬでね。私に任せて。そうね。あ、ごめん。もう怒ったぞ。ください。え、分かった。火を待ちましょう。お返しです。もっと強くなるんだ。あの
ちの秘密基地へようこそ。すごいでしょ。ここのお宝はうちが一人で全部拾い集めたんだから。やばい東映がうろうろしてる混沌な海からこんなに。確かにすごいね。うちが拾ったペットなの。ゼルル、早く出ておいで。新しいお友達が来たんだから。この子はね、お腹が空いてるときは暴れたりするけど、お腹がいっぱいになったら結構おとなしいんだよ。何でもよく食べるし、自分で食べ物も探せるから全然手がかからないの。ちょっと、あなたたち、なんで急に後ずさるわけ？あなたたちはこの子を探してたんでしょ？こっちが探してんのはタロット、カード上のタロットだ。こんなんじゃねえ。もう早く言ってよ。もう聞いてないし。カードみたいなものね。前にゼルルに食べさせたっけ。でも大丈夫、こういうの慣れてるし、吐かせればいいんだよ。だから、なんでまた後ずさるのよ。今日は全く予想外の展開ばかりだね。あいつ、腹が痛くて怒ってるってわけか？冗談じゃないぜ！
ゼルル、うちが絶対吐かせてあげるからね。待って、あの最悪は今ものすごく危険なの。このままじゃまずいね。追うよ。次は私の番。あれ、ベラなんでもよかった。指示をください。大工をさらいましょう。未来のために。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。そこだ。まだ諦めてはだめ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。一つ一つの大事な選択です。お姉ちゃん、私やったよ。どれがいいかな。おバカさん、アッツラを射抜け。次は私の番。そう、ありがとう。何でも言って。ありがとう。了解です、団長。指示をください。どれがいいかな。おバカさん、アッツラを射抜け。次は私の番。ち、どうも。えい、何でも言って。ご飯だよ。待って。どうも。鍵が導いて。やっ、次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。私に任せて。あれ、ベラが強くなった。何でも言って。オッケー、ベラが。指示をください。
かな。どうも。これが代償ってやつだ。私に任せて。私やりました。勝てりゃいいんだ。深く考えんな。次は私の番。どうも。何でも言って。ありがとう。指示をください。未来のために。次のターゲットはドイツだ。させない。私に任せて。まだやれます。何も言って。まだやれます。指示をください。お返し。追い抜け。私の使命は終わってないのに。もう怒ったぞ。くらえ。程度かよ。うわー、この人で何。腹が減っては戦はできぬってね。ごめん、やっぱ無理。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。ないね。死ね。絶対許さねえ。次は私の番。どうも。何でも言って。
了解です、団長。指示をください。未来のために。どれがいいかな。ありがとう。次のターゲットはドイツだ。ターゲットはドイツだ。この程度かよ。ごめん、やっぱ無理。絶対許さねえ。次は私の番。そうね。あ、ごめん。ち、どうも。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。舐めるなよ。指示をください。お返し。どれがいいかな。ち、どうも。次のターゲットはドイツだ。腹が減っては戦はできぬ。これでね、私に任せて。何でも言って。ありがとう。
示をください。やれます。まだ。奴らを射抜け。みんな、ごめんね。私の使命は終わってないのに。もう怒ったぞ。オッケー。くらえ。この程度かよ。うわあ、この人でなし。腹が減っては戦はできぬってね。心配ないから。この土壇場で踏ん張ってこそ。戦はできぬってね。心配ないから。アッツラを射抜け。死ね。心配ないから。ごめん、やっぱ無理。絶対許さねえ。ご信任いただき感謝します。次は私の番。怒ったよ。どうも。何でも言って。指示をください。どれがいいかな。ありがとう。次のターゲットはどいつだ。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。私に任せて。あれ、ベラが強くなった。
り。指示をください。大火を払いなさい。やれます。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。まだやれます。何か私にお手伝いできることは。ありがとう、ありがとう。まだ私に任せて。諦めてはダメ。私、やりました。ありがとう。もう怒ったぞ。ありがとう。ご飯だよ。オッケー。ビルダーチにはただでは倒れないの。まだうちは諦めてはダメ。本気だよ。私の使命は。次のターゲットはどいつだ。させない。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。あれ、ベラが強くなった。はっもっと頑張らなくちゃ。あれ、ベラが強くなった。あれ、ベラが強くなった。死ね。どれがいいかな。おバカさんが一人減ったね。次のターゲットはどいつだ。まだやれます。私にお手伝いできることは。ありがとう。ち、どうも。次は私の番。あれ、何でも言って。ベラが強くなったよ。ありがとう。えいどれがいいかな。ち、どうも。次のターゲットはどいつだ。させない。何か私にお手伝いできることは。あれ、ベラが強くなった。これで次は私の番。あれ、何でも言って。ベラが強くなった。この鉄鍋の前に出ない。厳しい戦いでした。皆さんに勝利の賛歌を捧げましょう。次は私の番。ありがとう。何でも言って。指示をください。火を待ちましょう。次のターゲットはどいつだ。何か私にお手伝いできることは。次は私の番。
怒ったよ。あ、ごめん。ち、どうも。何でも言って。指示をください。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは？ありがとう。いいですよ。次は私の番。何でも言って。ご飯だよ。減っては戦はできぬってね。ち、どうも。心配ないから。指示をください。お返し。次のターゲットはドイツだ。この程度か。ありがとう。次は私の番。いいですよ。ありがとう。何でも言って。指示をください。機を待ちましょう。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは？ありがとう。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。ち、どうも。何でも言って。指示をください。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは？ありがとう。了解。次は私の番。了解です、団長。腹が減っては戦はできぬってね。ち、どうも。心配ないから。指示をください。大工を払いましょう。次のターゲットはドイツだ。この程度。
任せな。次は私の番。了解。感謝いたします。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ、指示をください。ええ、分かっています。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。何か私にお手伝いできることは？これで良いのですね。おっと、ありがとうさん。次は私の番。了解。おっと、ありがとうさん。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。指示をください。次のターゲットはドイツだ。くらえ。何か私にお手伝いできることは？これで良いのですね。ありがとう。次は私の番。了解。ありがとうさん。ぼーっとしてんじゃないよ。行きます。次のターゲットはドイツだ。そこだ。
何か私にお手伝いできることは？頑張って、私がついていますから。おっと、ありがとうさん。ありがとう。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。うっせろ。あんたの狙い通りだ。火を待ちましょう。次のターゲットはどいつだ。くらえ。この程度か。何か私にお手伝いできることは？心得ました。ちどうも。次は私の番。もっと頑張らなくっちゃ。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。まあまあかな。どうも。大工を払いましょう。次のターゲットはどいつだ。これが代償ってやつだ。何か私にお手伝いできることは？ありがとう。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ありがとう。指示をください。お返し。お姉ちゃん、私、次のターゲットはどいつだ。いいぜ。何か私にお手伝いできることは？私がついていますから。ありがとう。代価を払いましょう。未来のために。見事な采配だ。私の見込んだ通りだよ。どっかのムカつくやつ。
次は私の番。了解。感謝いたします。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。ちどうも。指示をください。代価を払いましょう。次のターゲットはどいつだ。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。ちどうも。やれます。みんなごめんな。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。くらえ。ちょろいね。ちどうも。ここで指示をください。頑張れ。お返し。次のターゲットはどいつだ。もう逃げはしません。あれ、ベラが強くなった。私の使命が終わった。ごめんなさい。みんなの期待を。ぼーっとしてんじゃないよ。肩慣らしは十分だ。はっ！あんたの狙い通りだ。これもいいかな。次のターゲットはどいつだ。そこだ。絶対許さねえ。ぼーっとしてんじゃないよ。次は私の番。いいですよ。感謝いたします。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ちどうも。指示をください。
代価を払いなさい。日を待ちましょう。どれがいいかな。だるまさんが次のターゲットはドイツだ。くらえ。何か私にお手伝いできることは。心得ました。ありがとう。させない。次は私の番。してんじゃないよ。指示をください。お返し。未来のために。どれがいいかな。アメちゃん食べて。チッ、どうも。死ね。何か私にお手伝いできることは。私がついていますから。ありがとう。怒ったよ。あ、ごめん。私に任せて。してんじゃないよ。くらえ。ちょろいね。指示をください。
まだやれます。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは？頑張って、私がついていますから。あれ？ベラが強くなった。守らなきゃ、みんなを。指示をください。未来のために。うちは本気だよ。おバカさんが一人減ったね。次のターゲットはドイツだ。くらえ。何か私にお手伝いできることは？頑張って、私がついていますから。どうも。あれ、ベラが強くなった。うわー、この人でなし。指示をください。ええ、分かっています。次のターゲットはドイツだ。死ね。何か私にお手伝いできることは？頑張って、私がついていますから。どうも。指示をください。お返し。何か私にお手伝いできることは？ありがとう。ごめんなさい。みんなの期待を裏切って。一つ一つの大事な選択です。私の使命は終わってないのに。次は私の番。了解。感謝いたします。ぼーっとしてんじゃないよ。指示をください。どれがいいかな。
謝いたします。次のターゲットはどいつだ。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。ありがとう。じゃないよ。かかってきな。くらえ。まだやれます。指示を出せ。未来のために。どこにいるかな。次のターゲットはどいつだ。もっと強くならない。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。伏せろ。一つ一つが大事な選択です。お返しです。お姉ちゃん、うちは本気だよ。あつらを射抜け。くらえ。もっと強くならなくては。頑張って。私がついていますから。俺ベラが強くなった。ありがとう。どうも。ぼーっとしてんじゃないよ。あっ！まだ諦めてはダメ。伏せろ。ウィルダ人はただでは倒れないの。火を待ちましょう。どれがいいかな。マジックだよ。やつらを射抜け。死ね。この程度かよ。強くならなくては。おっと、ありがとさん。まだやれます。ぼーっとしてんじゃないよ。肩慣らしは十分だ。使え。かかってきな。指示をください。どれがいいかな。おっ、やつらを射抜け。この程度かよ。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。
次は私の番。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。ちょろいね。指示をください。未来のために。どれもいいかな。どうも。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。大地の払いの手。未来のために。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。指示をください。どれがいいかな。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは。次は私の番。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。指示をください。ええ、分かっている。どれがいいかな。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは。次は私の番。任せときな。いいよ。大地を払いなさい。どれがいいかな。次のターゲットはドイツだ。何か私にお手伝いできることは。ベランが強くなった。感謝いたします。次は私の番。あ、ごめん。任せときな。了解。指示をください。お姉ちゃん、私やったよ。これがいいかな。アッツラを射抜け。何か私にお手伝いできることは。いないよ。あれ、ベランが強くなった。次は私の番。やっと私の番だ。指示をください。気を持ちましょう。どれがいいかな。問題ね。何か私にお手伝いできることは。あれ、次は私の番。あ、ごめん。どうも。任せときな。肩慣らしは十分だ。かかってきな。ちょろいね。指示をください。絶対これもいいかな。何か私にお手伝いできることは。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。一つ一つも大事な選択です。これもいい。何か私にお手伝いできることは。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。守れなきゃ。これもいいかな。感謝いたします。次は私の番。どれがいいかな。もっと強くならなくては。あれ、次は私の番。どれがいいかな。何か私にお手伝いできることは。ありがとう。あれ、次は私の番。あれ、強くなった。これもいいかな。何か私にお手伝いできること。ありがとう。あれ、次は私の番だ。感謝いたします。これもいいかな。何か私にお手伝いできることは。あれ、次は私の番だ。あれ、もっと強くならなくては。次は私の番。もっと頑張らなくては。これもいい。もっと強くならなくては。ありがとう。
強くならなくては。頑張って、私がついていますから。ベラが強く。今だ、次は私の番。いいですよ。私にお手伝いできることは？そこです。まあ勝てりゃいいんだ。深く考えんな。この状態が続けばいいんだけどね。え？ゼルルは？意外と打たれ弱いのね。気にするところそこなんだ。ゼルルを返してよ。礼を言うならまだしも、俺たちを責めるとはな。あなたたちが来なければゼルルは死ななかったのに。最悪はそう簡単に捕まえられるものじゃないんだよ。うちの秘密基地だってあなたたちのせいでせっかく集めたお宝が全部パーだよ。うちはまた一人きりで混沌の海をさまようことになるのね。この子をここに置いとくわけにはいかないね。え？あなたたちの家？いや、うちの秘密基地の方がずっといいに決まってるし。ゼルル2号を用意してくれるまで誰一人返さないんだから。ねえねえベラちゃん、楽園には喋る猫ちゃんがいるんだよ。喋る猫？ゼルルみたいに可愛いの？もちろん可愛くて賢いんだよ。しかも大好物がタコの缶詰なの。ただの猫に食いつくかい。よし、じゃあその子をうちの新しいペットに決定。さ
っさと楽園とやらに連れてってよ。うちのペットに会いに行くんだから。こじこにょ、やっぱ部屋に戻って寝るにゃ。ふえっ、学園での生活にももう慣れたようだにゃ、あいつ。力がどんどん強くなってタロット集めも順調みたいにゃ。あの願いもそろそろ形が見えてきた頃じゃないかにゃ。お前、機会があれば褒めてやるかにゃ。いや、やっぱりやめたにゃ。あいつ、この我が輩をペット扱いしたあげく他人にあげたんだにゃ。許さにゃいぞ、愚かな人間め。
団の海からお宝を引き上げるのは大変だったにゃ。しかもこんなに良心的な価格、他にはにゃいぞ。